こんにちは、井桁のり子です。今日も一緒にギターの基礎練習の基礎をやってみましょう。今日のポイントは、左手を押さえるときにいっぺんに3本4本を同時に押さえることが難しいというお悩みを解決するための基礎練習です。もちろん難しいポイントを何回も練習して弾けるようになるという方法もありますが、それよりも自分の人差し指がどれかな、中指がどれかなという指先と脳のつながりを良くするという練習をした方が他の曲にも応用できますので、まずこの練習をしていきましょう。いつものようにこの練習のポイントは、しっかりバランスよく座ってくださいね。今回は応用のパターンをたくさんご紹介しますので、ぜひ最後までしっかりご覧ください。それでは早速始めてみましょう。まず最初に、指を見ないでも弦の移動ができる練習をします。この時指も弦も見ないでくださいね。2フレットあたりでやってみましょう。人差し指で1弦、次は2弦、1弦、3弦というように移動する練習をします。いろんな弦で移動する練習をしましょう。また他の指でもやってみてください。慣れてくると意外に簡単にできるようになってくるものなので、自分の力を信じてやってみましょう。ギターの弦というのは、ローポジションからハイポジションに言うと弦の幅が変わってきます。それでも指はお利口なので分かってくるものなので、違うフレットのところでもやってみる練習をしてみてください。例えばこのような押さえが同時に押さえられるための練習を解説していきます。まず最初に、人差し指を1弦に軽く触れてください。押さえなくていいです。その次に、見ないで中指が2弦に触れるかどうか練習します。次に3の指、薬指が3弦に触れるかどうか練習します。そして最後は4弦に小指が触れるかどうか練習します。次に中指と薬指が同時に触れるか練習していきましょう。その次は薬指と小指が同時に触れるか、そして最後は3本いっぺんに同時に触れるかどうかの練習をしていきます。それでは次に、皆さんの苦手なディミニッシュの押さえについても応用してやってみましょう。先ほどと同様に、人差し指から他の指を置いておくという練習もやってみますが、今度は小指から置いて他の指を触っていって、また2本いっぺん、3本いっぺん、4本いっぺんに触るという練習もしてみましょう。この時に弦は押さないで触るだけでいいです。できるようになったら、今度は中指を置いてから他の指が触れるか、薬指を置いてから他の指が触れるかといったことも練習していただくととても有効です。いかがでした？今日の練習は難しかったですね。地道に少しずつ練習してみてください。成功のポイントが3つあります。まず1つ目は、自分の体全体のバランスが崩れなくて力が入っていないこと。2つ目は、指を見ないでもできること。3つ目は、動く前にどの指が中指で、どの指が薬指ということが分かっていること。これらが分かっていて、同時に指が弦にタッチできるようになったら成功です。このように単純練習で繰り返して上達するよりも、まず自分の体のコントロールを良くするということを推奨しているバラトレを皆さんにご紹介しています。ご興味のある方はぜひ下の説明欄のところをご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた。